人口の 60% ぐらい都市に住んでて、田舎は40% ぐらいです、今のところは。最近カザフスタンは本当に高度経済成長を成し遂げている、まあ年に 10% の GDP の成長率があるカザフスタン、では建設が、不動産の開発が進んでいますし、私のふるさとアルマティ市です。非常に綺麗なところです。山に囲まれて、もうスキー場まで、この最大都市の中心からスキー場まで車で25分で行けるんです。です、特徴、アルマティ市の特徴は、まあ、まだこの写真を見たら分かると思います。